特に足首の痛みって膝とか腰の痛みに絶対つながるんで、全ての不調は足首からってことですね。間違いないですよ。はい、整体に復活、院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整骨院、病院、整体に通っても痛みが改善していない、もしくは湿布痛み止めで痛みをごまかしている、そんな患者さん向けに撮らせてもらっている動画になります。もし3年以上の腰痛、膝痛、肩こりで悩んでいるのであれば、ぜひこの動画を見て根本的に解決してみてください。松田さん、あよ、ひねった覚えないのに、うん、足首が痛くて怪我しすぎやろいつも怪我してるんですけど、はいはい、この痛みって何なのかなっていう。あ、足首、はい、足首の痛み、結構なんか足首の痛みってバカにしがちなんだけど、これ結構放っておくと膝痛、腰痛とか肩こりとかまで全部くるし、なんなら足のしびれとかにもつながってくることが多い。めちゃめちゃ怖いじゃないですか。煽っておいて教えないこの足ってそもそも地面についている唯一の場所じゃないですか。足首が痛いって大体どっちかで、こうやって伸びてしまってて内側が痛いか、詰まってしまってて外側が痛いか、大体どっちかなんですよ。痛いということは何が起きてるかというと、詰まってるか伸びてるかなんですよ。ここでちょっと詰まる、ちょっとずれるじゃないですか。ずれたらこれ頭に行くとき何センチずれてんのって話。次膝でずれて、そう、膝でずれて、股関節です、そう、背骨でずれて、頭でずれて、で実際こうなってるわけじゃなくって、こうやってずれて、あ、こっち行き過ぎたって言って腰がこう曲がって、あ、行き過ぎたって言って胸椎が曲がってっていう、これがだいたいこう側弯症とかになってきますね。このねじれをスタートさせるのが体が一番唯一ついているこの足首だから、足首が痛いっていうのは、いわゆるこのズレを作ってって全身のズレを作るわけじゃないですか。そしたら膝痛、腰痛、肩こりとかを作っちゃう。まず足首から、めっちゃ大事。だって足首の骨って全身の200個ぐらいの骨の中の50個ぐらいあるんですよ。いわゆる4本に1つが足の骨、それってめっちゃ大事だよね。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さん本当にね、見ていただいて、いやいやいや一番大事な、はい、いやいやいや、脅すだけ脅して脅して、わかりました、わかりました。知りたいですか、じゃあ。はい、OK。 これ足首の痛みって大体4パターン、何かって言ったら、前側が痛い、後ろが痛い、外が痛い、内が痛い、この4パターンで痛みの原因が全く違う。足首が痛いって言うんだけど、足首どこって話なんですよ、俺から見ると。治療の仕方も全然変わってくるんで、ここちょっとね、今日伝えようかなと思いますけど。足首って一括りにせずに。そう。一番多いの、ちなみにどこだと思う？外側じゃないですか。自分は外側が痛いです。そうです。外側が一番多い。外側は、これ、やっぱ捻挫したりとかするときが多いですよね。これ右足なんですけど、こんな風にクリッとなっちゃうことが多くて、こうなっちゃうと、外側が伸びるじゃないですか、ピッて。伸びるか詰まるかどっちかなんですよ。で、伸びちゃってることが多いんよ、こっち側ね。伸びると、ここに外くるぶしあるじゃないですか。外科って言うんだけど、前鋸肥とかね、後鋸肥とかっていうのがあって、この前鋸肥靭帯って前に行く靭帯が伸びちゃうんですよ、こうやって。で、伸びちゃうと、結構ここで痛みが起きてることが多いですね。それ以外に、この靭帯が切れたとか以外にですよ、一番多いのが、これ、大体外側が伸ばされてることが多くて、こっち側にね、筋肉がある。これ、腓骨筋っていう筋肉。で、この腓骨筋っていう筋肉が、外側に動かす筋肉なんですよ。外側が痛いっていうのは、大体この腓骨筋っていう筋肉が伸ばされてて痛いですね。こんな風にずれちゃってて、こう筋肉伸びるじゃないですか。伸びるけど、足がつく瞬間、やっぱこれ、働かないといけないから、あ、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろうって。やっぱ頑張ってて、結構緊張が強い。かかとあるじゃないですか。かかとと外くるぶしの間ぐらいを触ると、ここに腓骨筋が通る道があるんだけど、ここ痛いんです。自分で触ってみ。あ、痛いですね。痛いでしょ。で、大体ここが硬い時は、腓骨筋が硬くなってる時。だから何しないといけないかっていうと、これちょっと関節戻さないといけなくて。ただ関節戻すって言っても、どうやって戻すかって言ったら、この前側、虚骨ってところが足首がこう出ちゃってるだけなんで、こうやって。だからこれ、背屈って言って足首を上に持っていくっていう治療をしっかりやってあげると、結構この圧っていうかね、外側の痛み結構減ってきます。なんでまず外側が一番多くって、腓骨筋が原因になってるんで、ここの虚骨を戻してあげる。そのために背屈入れましょうっていう治療やってるとだいぶ良くなるんですよ。アキレス腱伸ばすやつだじゃん、こんな。はい、こんなやつ。あれをやった後に触ってみると多分楽になってます。騙されたと思って、ちょっとやってみて。今、動画には映らないとこでやるっていうね、やってますからね、今そこでね。やった時に触るの、触ってみて。はいはいはい、緩んでます、ね。
ね、さっきより楽じゃないですか、はい、そうだから胸骨がこうやって抜けちゃってるだけなんで、抜けててこう伸びてるから、これをこう入れてあげる、背骨に入れてあげる、アキレス腱伸ばすみたいに入れてあげると入るんで胸骨筋楽になります、ね、背骨入れるとすねの前側が痛いんですよそれがまあそれ2つ目はねちょっとまた違うんだけど、これ4つ目かな、多分一応4つ目に多いのがこと前側ね。オッケー、前側以降このまま流れで。で、前側は、さっきの背屈あるじゃん。背屈で詰まっちゃってることが多いです。そう、今のみたいな感じで。背屈ってこっちね、この足首を上に上げる方。胸骨と、脛骨、腓骨っていうこの巨体関節ってところが、こうやって、こんな入り込んでいく。関節が中に入り込むんですよ、こうやって。こういう関節面に対して、骨がこう中に入り込んでいって、上に足首が上がるっていう、こんな動きする。ね。だから、これ、入り込まないといけないんですよ。入り込まないといけないんだけど、これが足首ね。で、これが虚骨っていうので、ここが入り込んで足首が上がるっていう状態。なんだけど、これまあいろんな後からもつながりますけど、これ入り込む、ここの羽が入り込むためには、虚骨って前と後ろこうやってなってるんで、後ろ側の虚骨が後ろにこう伸びていかないといけないんですよ。でもさ、今の言ってアキレス腱めっちゃ硬いじゃないですか。今みたいにめっちゃ硬いんですよ。特にヒール履いてる女性とかこうなってるからずっと。そしたらこの後ろっ側が硬いんですよ。で、後ろっ側が硬すぎて入り込まないんですよ、これ、虚骨が。だから入るスペースがないというかね、硬すぎて。そしたらどうなるかっていうと、後ろが硬い。でも背屈しないといけないとなると、何が起きるかっていうと、この関節を押すんですよね、こう、ぐっと。中の圧が高まる。もうこれ以上入らない部屋に人詰められてる感じ。みっちみちな。みっちみち。後ろがないわけじゃん。後ろがスペースがあるから、こうやって後ろに入り込んでいけるわけでしょ。後ろが硬いから、いけないんですよ。後ろにいけない。後ろにいけないけども、こうやってぐーっと行こうとすると、骨の中が詰まっちゃう。もしくは、ここの前側で当たっちゃうんですよ。当たっちゃうとどうなるかっていうと、前側が痛い。なんか詰まってる感じがするみたいな。これが、だいたい前側の痛みですね。これはどうしないといけないかっていうと、前側が痛いときは、後ろ側を緩めてあげる。アキレス腱のところをしっかり緩めて、トシュのところで、手で緩めてあげて、こっち入れてあげるといいですね。これが前側の痛み。まあ、これ関節が入ってないことですね。もちろんこれ以外にもあるんだけど、これが一番多いかなと思います。と、三つ目。後ろはね、これはもうよく名前聞くかもしれない。アキレス腱炎ってやつ。アキレス腱炎ってやつがあって、これが結構ね、使いすぎてることが多いですね。アキレスっていうのは、皮腹筋ってこの後、ふくらはぎの筋肉があるんだけど、ここにね、この、いわゆるかかとをこう伸ばす方向に働く筋肉。後ろ側をこう持ち上げて、引っ張って持ち上げることによって、つま先が下に行くっていうのを作る筋肉。アキレス腱が使いすぎちゃうと、やっぱここに炎症が起きます。アキレス腱が炎症を起こしているというよりは、これは何かって言ったら、このアキレスとかかとの間にある脂肪があるんですよ。これケーラー脂肪体と言います。で、この脂肪体がいわゆるこのクッション材になるんですよね。足首との間で。ただ、使いすぎると、このクッション材も何回も使っちゃうから、いわゆる摩耗してくるんですよ。で、摩耗してくると、脂肪が炎症を起こすというかね、脂肪ってバカにしちゃダメで、めちゃくちゃ痛み感じるんですよ。軟部組織って言うんだけど、組織の中で脂肪がめちゃくちゃ痛み感じやすいんですよ。例えば膝が痛いとかってなるじゃないですか。あれほぼほぼ脂肪だからね。例えばじゃあ自分のお腹脂肪あるじゃないですか。これ触ってみて、つまんでみてください。めっちゃ痛くないですか？痛いですね。痛いでしょ。なんでこれ脂肪だからです。例えば自分のお尻、これも脂肪が多いんですよ。でお尻つまんでみて、痛いんですよ。これがいわゆる脂肪の痛みです。なんか痛ってなるじゃないですか。でも脂肪があるってことは何でかって言ったら、クッション材にならないといけないから、衝撃が多い場所に全部起きるわけね。だからあのお尻とかもずっと座ってるからクッション材が必要だし、膝も曲がったり伸びたりが多いからクッション材が多い。でここも衝撃が多いんですよ。だからここにクッション材がある。衝撃が強すぎるとここで痛みを感じて、やめろこの動きってなるわけね。そのために脂肪って痛みを感じやすくなってる。このアキレスのところもそう。この衝撃が多すぎる、走ったりとか歩きすぎたりとかで、このアキレスのところの脂肪が炎症を起こしちゃって痛いんで、この場合はアキレス腱に対しての、まあ、脂肪体に対しての治療法、あとはやっぱ足首が使いにくいから、錆びついた自転車と一緒で、錆びついてるから力いるわけじゃないですか。あんな感じで炎症起きちゃってるので、錆を取ってあげるようなイメージで、この関節の動きをしっかり出してあげるってことをやってあげると、結構アキレス腱良くなることが多いかなと思います。はい、なんか話聞くと、うん、前が痛い人は後ろも痛そうって思っちゃったんですけど、結局これ何が痛いかっていうと、一箇所痛くなったら大体全部バレる。だって足首ってこれが正解であって、ずれた瞬間全部ずれてるんですよ。前も後ろも横も内側も全部ずれてるんで、結果全部治療しないといけないです。
ただ主にそこが痛いってことは前やったら後ろ、はい、外側だったら背屈前側の治療でしょ。で後ろ側だったら足首をしっかり動かすように全体をしないといけない。だから結局同じ治療になってくるって話。基本的にはどんな疾患があったとしても膝でも腰でも X 脚でも O 脚でも同じ治療やりましょうって MSM っていう治療やってる。見ていくと全部一緒なんだよね、大体変形って。であと1個か内側、はい、そうですね。内側がねちょっと特殊なんですけど、これは大体だけど指を曲げる筋肉使いすぎとかが多いかもしれないです。これなんでかって言ったら、この内側ってですね足の裏側に行く筋肉が多いんですよ。この足の裏側に行く筋肉って何かっていうと指を曲げる筋肉とか多いんですよ。指を曲げる筋肉、いわゆる長子屈筋とか長母子屈筋って言うんだけど、足の先っぽを曲げる筋肉で、この筋肉が今めっちゃ使う人が多いというかね、内側使っちゃうことが多くて、これが使いすぎてて痛いなってことが多いですね、うん、特にハイヒール履いてる女性ってこうなってるわけじゃないですか。足が全体ついてなくってつま先立ちの状態でしょ。つま先立ちで指ってもうこう使うじゃないですか。筋肉伸びてるのにさらにここが収縮しようとする、いわゆる伸びてるのにまた曲げようとする。例えば肘曲げるにしても90度から曲げるのと伸びた状態から曲げるって全然、伸びた状態から曲げる方が負荷量多いじゃないですか。筋肉伸びてる状態、指が伸びてね、伸びてる状態から収縮しようとするってめっちゃパワーいるんですよね。だから結構この内側は結構痛い人多いですね。じゃあその時どうするかって言ったら、純粋にもう指の筋肉が硬くなっちゃったりとか指を使いすぎなんで、指をこうほぐしてあげると結構楽になることですね。指と指の間にこう入れてあげて、これをぐるぐるぐる回すと大体ここの内側が痛い人は痛いですね。そういう風に治療してあげるかなと思いますね、はいはいはい、測定腱膜炎の人も同じ感じでしたよね。測定腱膜炎、そうそうそう、足の指が結局使い切れてなくてそれで痛くなった人多いですね。大体こう足首、あとはちょっとここら辺の中足骨とかっていうところあるんだけど、この辺の足根骨とか、あと足首の背屈とかっていう風に、なんかねそんな複雑そうに見えるけど一個一個ちゃんとやっていくと改善するんですよね。だからそこをちゃんと一個一個見極めながらやらないといけない。特に足首の痛みって膝とか腰の痛みに絶対つながるんで、どんな疾患でもマストで治療してますね。全ての不調は足首からってことですね。間違いないですよ。足首治療したら良くなったとか、肩こり良くなった、頭痛良くなったとかも全然あるし、便秘なくなりましたとか、やっぱねここはなんか必須でやってほしいなって気はしますよね、やっぱね。という感じなんですけど、ちょっとまず自分は外側が痛いんで、うん、背屈を覚えた入れてるところから始めようかなと思います、うん、でやっぱ治療家でもねこうやった方がいいよとかなく、ただただ痛い場所マッサージしてとかやっちゃうんだけど、これ改善しないんですよ。痛い場所ってあの発痛点って言って痛みが出るだけの場所であって、誘発線っていうこの痛みの原因じゃないから、だからちゃんとここを原因を見つけていく。で原因見つけたらちゃんと治療法が分かってくるから、やっぱこの原因を見つけることに時間かけた方がいい。時間かけるとこう治療がどうこうとか、こんな骨盤矯正がいいとかストレッチがいいとか運動がいいとかじゃなくって、大事なのは原因を見つけることだから、原因を見つけた上でしっかり治療していく。治療の仕方が大体私の中ではこういう風なものかなと思ってるのが MSM メソッドってやつで、緩めると鍛えるってやつでさせてもらってるんで、正直もう持ってる痛みっていうのがじゃあ1回で良くなるかっていったらそんなことなくって、やっぱ時間はかかると思います。ただ時間をかければちゃんと原因もわかるし改善もしてくると思うんで、もし動画見てね悩んでる方がいらっしゃったら、また整体復活って言って全国でやってるので、北は北海道、南は福岡までやってるので、もし気になる方がいればあの概要欄の方チェックしてもらって、東京店もね大森かな、あと静岡とかもあの2店舗なったりとかしてますんで、もしね気になる方がいたら下の概要欄の方で店舗の情報を貼ってますんで、そちらの方からぜひチェックして問い合わせしてみてください。電話 LINE とかで手を合わせしていただければ、店舗のものが返しますんで、ぜひねこちらの方もよろしくお願いします。ということで今日はこれで終わりますので、ぜひね今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あのコメントでこんな話も聞いてみたいって言っていただけると、私もあのじゃあそれ話そっかってなりますので、ぜひねあのコメント欄にコメント書いてください。はい、あとは接待復活あのやってますんで、ぜひね概要欄の方チェックしてあの店舗の方に問い合わせしてみてください。はい、じゃあですね今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。